波も穏やかですし、向かうといたしましょう。主様、ご準備はよろしいですか？では、精霊の加護をおかけいたし。おや？君たちは…あなたは…海の家の…ああ、やっぱりそうか。こんな時間まで海にいたのかい？ええ、これから星々の海と呼ばれる海溝へ向かおうとしていたところでございます。星々の海、久しぶりに聞いたな。何年ぶりだろうか。いや、この辺りでは有名な場所だそうですが。ああ、前まではな。ここ最近はめったに聞かなくなったんだな。どういうことでしょう。文献によると素晴らしい景色が広がっているそうですが、事実と相違があるのでしょうか。いや、きっと文献に書いてあった通りの場所さ。あの海溝にしか生息してない海洋生物たちがいるってのは知ってるだろう。そいつらはな、やってきた人間を歓迎するみたいに体を光らせるんだ。辺り一面を明るく照らしてくれてな、まるで星に包まれたような感覚になるんだ。だから星々の海って呼ばれていたんだよ。でも今じゃ海洋生物たちは光を失ってな。そんな、一体なぜなのですか。あくまで噂だが、海洋生物たちは衰弱しているらしいんだ。星々の海は水中で活動できる魔法なんかを扱えたとしても行くのは相当大変な場所なんだ。だから年々観光客の数は減っていって、あそこに住んでる奴らはみんな人懐っこくてな。だから人が離れていったことで心細くなって弱っていったらしい。そんな噂が広がったせいで余計に行く人間は。だから今じゃ星々の海はもう忘れられた場所になっているんだ。そうですか。最後に行った人の話を聞いたのだってもう何年も前のことだ。今じゃどうなってるかわからないぞ。それでも行くのかい？もちろんでございます。私は主様を星々の海にお連れすると誓いましたので、たとえ今どのような光景が広がっているかわからないとしても、可能性がゼロでない限りこの目で見て確かめたいと思っております。それが私のガイドであり主様の冒険でございます。そうか、なら止める理由はないな。これも何かの縁だ。ついてきな。わざわざ船を出していただき感謝いたします。ああ、いいってことよ。海の家までこの船で通ってるからな、ちょっとした寄り道さ。主様、運が味方してくれましたね。これもきっとアメス様のお導きかもしれません。星々の海、一体どのような光景なんでしょうか。はい、さあ着いたぞ。ここは海溝の真上だ。このまま潜っていけばいい。ロープを垂らしてやるからそのまま潜っていきな。帰りは引っ張って合図をくれ。何から何までありがとうございます。必ずや素晴らしい光景を見てまいります。では主様、手を取り合って星々の海へと向かうといたしましょう。風の精霊よ。うむ、文献によると星々の海は
これくらいの深さにあるそうですが、月の光も届かず、一面暗闇でございます。やはりこの海溝に住む海洋生物たちは弱ってしまい。主様、そうでございますね。まだ諦めるには早いでしょう。人の来訪が途絶えたことが原因なら、今再びその時が来たと知らせればいいのかもしれません。癒しの風を水泡で包み、この海域一帯に運びます。精霊の加護をこの槍に。主様に必ずや星々の海をご覧に入れてみせます。はあ、はあ、これが星々の海。主様、ご覧になっておりますか。主様の声、どうして海中で。うむ、先ほど私の声が聞こえたと。主様、私の声が聞こえますか。お、なんということでしょう。キャル様の魔法では会話は叶いませんでしたが、風の加護の効果で声が空気の泡に包まれて届いたのかもしれませんね。目の前に広がる光景の素晴らしさを今ここで主様と言葉を交わして共有ができますね。ご覧くださいまし、主様。星々が、光り輝く海洋生物たちが私たちを歓迎するかのように泳いでおりますよ。風の息吹をこの海溝一帯に届けたのです。どうやら無事に回復できたようですね。ああ、なんと素晴らしい景色なのでしょう。すべては主様のおかげ。主様にお仕えしているからこそ、私はこの光景を見ることが叶いました。主様の存在が力をくださり、里で暮らしていた頃には想像もできなかった場所にこのガイド役を連れて行ってくれました。この世界にはここだけではなく、他にもたくさんの素晴らしい場所があるでしょう。そんな数々の場所を踏破し、共に成長し続けていきたいです。いつか天空のさらに向こうに広がる空間、湯ではない本当の星々の海も訪れてみたいです。はい、それが叶うよう、ガイド役として微力ながらサポートをさせていただきますね。さあ主様、未知なる冒険へと胸を馳せつつ、今はこの目の前に広がる素晴らしい光景を堪能いたしましょう。これが私たちがこの夏に勝ち得た成長の証でございます。どうぞお手を握ってくださいまし。星々の光に照らされながらこの海をお散歩いたしましょう。